なんて呼ばれたい？オータンとか呼ばれる。人気女優荒木優子と次世代俳優鈴鹿央士が参戦。荒木優子が友達田中みな実の前で恋愛感をぶっちゃけまくる。会ったことがあるんだね。あります、あります。連絡来たら嬉しくない？嬉しいからこそ、うん、そんな強くなれないよ。大反響あざと連ドラ第9話、恋人との復縁ありなし大激論。もう一回やり直して前に進みたいって言ってほしい。僕きっぱり言ってほしかった。何なんだよ。ブロックされていた元彼から突然の連絡。あの時はどうしたら花が俺に興味持ってくれるかってことばっかり考えてたからさ。もう帰るわ私、そっちに。田舎に帰ります。将来は二人で大阪に進めたらいいなって思ってるんだよね。ちょっと熱気すぎてんのよ。違う。お前が来い。さらにあざといニュースター誕生。結構今心臓バクバクしてます。本当ですか？これあざといですよ。あざとくて何が悪いの？日曜深夜。